国鉄キハ183系機動車、ノースレインボーエクスプレスノースレインボーエクスプレス、ノースレインボーエクスプレスは、北海道旅客鉄道が1992年から運用している鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。機能的にはキハ183系に属し、5200番台を、称する。JR 北海道が従前より、 団体列車などに使用してきた、キハ56系機動車、アルファコンチネンタルエクスプレスの置き換えを、及び、札幌駅函館駅間を結ぶ、リゾート列車として計画された編成で、同社6番目のリゾート編成として、自社内部工場で申請された。相性は、公募により決定されたものである。編成は、 箱立川からキ波183-5202、キ波182-5251、キサ波182-5201、キ波182-5201、キ波183-5201 18の5両編成である。1992年7月に MC2mgMC1 の3両編成で、運転を開始したが、同年12月に MTD を加え5両編成となった。 客室は展望性を重視して、高湯化式を基本とし、中間に2階建て車両を連結した。側窓は屋根肩にまでかかる曲面ガラスで天窓を設ける。座席はリクライニングシートで、シートピッチは 960mm である。内外装の配色は同一系統の色調で揃えられ、基調色は各車両ごとに異なる。 上記の編成順にラベンダーブルーライトグリーンオレンジピンクである。1994年3月の函館本線、室蘭本線特急高速化に先行して、一般のキハ183系550番台より、先に最高速度時速 130km に対応している。走行用機関はキハ183型200番台と、 同じ DMK13HZC を各社に1台、内紙2台搭載し、付随車組み込みによる編成重量増に対応している。台車は、同台車が一軸駆動の DT53 バイト、付随台車は TR239A である。電源用機関は、中間の機波 182E-5201 に搭載する。 青函トンネル通過対策が実施されており、電気機関車経引により、本州への乗り入れが可能である。編成の両端に連結される運転台付きの普通車で、駆動機関は2台を搭載する。定員はいずれも47名。車体退職は5201がピンク、5202がラベンダーである。先頭車形状は、アルファコンチネンタルエクスプレスのイメージを引き継いだ。 なお、キハ183-5201は1997年2月の踏切事故で破損し、修理復旧の間の代用車両としてキハ183から1が使用された。編成の中間に連結される普通車で、定員はいずれも60名。5201は発電機関として、DM 十 13Hz G、DM93 を一組、駆動機関を1台搭載する。 車体退職はオレンジ。5251は1992年12月に追加蘇生された車両で駆動機関を2台搭載する。車体退職はブルー。1992年12月に追加蘇生された車両。付随車であるため駆動機関は搭載されていない。車体退職はライトグリーン。編成の中間に連結される2階建て車両で、 1>, 1階部分にラウンジビュッフェを設け、2階部分を客室とする。定員は36名。3両での暫定運行時にはなかった AV システムの制御装置が設けられた。函館エクスプレス車両申請当時、函館空港が道内第2の空港として輸送力を増加させていること、札幌函館間には道内有数の観光地を有しており、 旅行需要の大きな伸びが期待できることから、札幌函館駅間のリゾート列車の運行を計画していた。先行した3両による暫定編成で、臨時特急、函館エクスプレスとして1992年7月18日に運行を開始した。また、同年10月からは、JR 東日本路線への乗り入れを開始した。同年12月に5両編成となり、 愛称が公募により、ノースレインボーエクスプレスに決定された。1997年に、踏切事故でキハ183-5201が損傷した際、修復期間中の時に限り、ノースレインボーエクスプレス色に塗装を変更した、スラントノーズ顔のキハ183から1が組み込まれた。その後、景気の後退や経済情勢の悪化に伴い、リゾート列車の勢いは薄、 用途を転換した。1999年時点では一般団体用に使いやすい特徴を生かし、修学旅行などの大口団体列車に使用されることが多かった。また、秋田地区の観光利用促進として特急、ハーバーレインボーなどへ充当された。2000年代からは季節を通じ手術の臨時列車に使用された。下記には臨時特急、 フラノラベンダーエクスプレスなど、当期には、臨時特急、流氷特急を放つツの風、ニセコスキーエクスプレスなどへ充当されている。最高速度時速130キロメートル運転が可能であることから、定期特急列車の輸送障害時に代替で運用される事例もある。2013年3月24日に、東室蘭駅で、函館発札幌き特急。 北斗5号の4号車から出荷する事故が発生し、その後の他の編成でも出荷事故が立て続きに発生したため、キハ183系の一部車両が使用中止になったのに伴い、大体に臨時特急北斗として、ニセコエクスプレス車両と共に2014年7月末まで、函館札幌間に投入された。その際、車内販売を通常のワゴンサービスとは異なり、 3号車のラウンジ部分で売店による販売を行った。対本州運用として、ネブタエクスプレス、桜エクスプレスへの充当があった。青函トンネル内には多数の熱、煙探知機が設置されており、救援列車を除き、機動車やディーゼル機関車の自走が認められていないため、函館青森間では走行用エンジンをアイドリングのままとして、 ED79 の経因で運転された。ありがとうございます。